20時です。皆さんこんばんは。今週もね、北九ウーマンプロジェクトの時間がやってまいりました。MC のカスでございます。イズでございます。こんばんは。この二人でお送りしま す, しますどうぞよろしくお願いします。ね、もうゴールデンウィークですよ。ゴールデンウィークです。暑いです。暑い、ね、暑いね。今日はむちゃ暑かったね。いやもう今汗かいてますもんね。なんで走ってきたけやろ。いや、まあまあ、いやね、もう本番3分前に来ました。すいません。いや、すごい。5分前です。あ、5分前だね。5分前に来ました。まあんまあ変わらないですけど、本番5分前に来ました。すいません。パパパパってね、音がすごかったね。音がしました。はい。ドシドシしてました、ね。いやね。ギリギリまで。気温も暑いし、走って暑いって感じかな。暑い。ね、気温も暑い。28度いくらしいですよ。え、マジで？え、今週？今週、確か今日何度ぐらい？今日体感温度はもう30度ぐらいいってましたけど。いや、暑かったね。暑かったですね。もうなんかさ、あの街中歩いてると頭からなんかさ、そうだ何マルシェ、ま、マルシェやってますよ。そう、クロスロードマルシェね。それで、うん、外に行ったんじゃないですか。いや、でもね、あそこのクロスロードってむちゃくちゃ良くて、はい、ほら、建物がちょうどいいところにあるから、はははイズツヤさんの新館がちょうどいいところにあるから、はいはいはい、直射日光当たんないのよ。あれもうずっと終始涼しかったですか。そうそう、だからお昼の、はい、何ちょうどこのねビルの上のところで太陽が出る 2,30 分だけ。あ、そうなんですね。それ以外は直射日光当たんない。なるほど。だすんごい気持ちいいのよ、風が。へえ、最高。そして、うん、結構にぎわってますか。すごい MT マルシェ。いや、すごいよ。びっくりする。やばい。あの SNS でももう MT ばっかりですもんね。そうね、あのインスタもすごいね。インスタすごいですね。お、行ってる行ってる。 MT コクラとか MT コクラでハッシュタグついてるんですけど、すごい。ぜひ。もうね、もうね、すごい賑わい方。賑わいやばいですか。しかも売り切れなんですね、なんとか。もうあの限定の、あ、もうね、限定のね、コクラ井筒屋限定はね、初日の午前中なくなったね。おー、すごいんだよ。あれもう遅いです。いや、もう遅いです。初日で終わりました。もう終わりました。あ、あれね、あれね、予想外なんだって。あんなに売れると思わなかったから完売しちゃったんだよね。なるほど。もっとあると思ったみたい。そうですよね、うん、想像をはるかに超えるお客様の数というね。ありがとうございます。ことでね、ですね、うん、来た1回ぐらい。来てないよ。行く予定ですよ。行く予定10日までですね。10日まであってる。10日までだけど、飲食ブースはね8日までなのよ。そうなんですか。そうそうそう、それ行かないと8日まで。もう急いで。え、実は、うん、花屋なんですけど、私ね、忙しい。母の日なんですよ。5月8日が。5月8日なんだ、はい、今一番忙しいんでしたらね。そうなんです、うん、しかも恐ろしいことにゴールデンウィークが挟まれているので、うん、多分、うん、注文は6、7に殺到するのではないかという。お早めにいつでも待ってます、はい、ね、え、いや、いつでも待ってます。いつでも待ってますと、はい、いうことだね、はい、はい、じゃあ先に進みましょうかね。あ、すいません、はい、はい、ということで、この番組提供を、スポンサーの方ね、お話をしたいと思います。そこ見て、ね、何コメント来てるのもう何何、あ、ユイピーじゃないのかって。はい、ユイピーじゃないのかって。誰、いや、私がユイピーに似てるから多分誰かが書いてくれてるんですよ。ユンピョ、ユイピー、ユイピー、ユイピーって何。おかずクラブのユイピーです。何それ、知らねえよ。それはお前らのやり方かっていう人。全然知らない。知らないんですか。ユンピョは知ってるよ。ユンピョってどこの韓国人ですかそれ。いや、あの香港の人。あ、香港の人、うん、あのカンフースターね。カンフースター。あ、全然関係ないけどごめんなさい。これ絶対でも誰か、まあいいや、まあ、いいや、はい、じゃあ行きましょう、はい、あのコメント欄のところには名前をお願いします、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ぜひお願いします、はい、じゃあスポンサーさんよろしくお願いします、はい、北九州をぐっと盛り上げる会、はい、北九州検定、はい、創成塾、はい、DD ワークス、はい、動画ジャパン、はい、ジジフルーロン、はい、コワーキングスペース秘密基地、はい、酒の宇宙紹介アルバイト募集中です。はい、アルバイト募集中でございます。お電話よろしくお願いいたします。ということで、以上の皆様方の、ご提供によりこの番組成り立っております。はい、いつもありがとうございま す, いますはい、ということで早速なんですけども、はい、今日のゲスト、実はね、はい、
この番組今日で32回目なんですけど、32回目、はい、うん、32回目なんですけども初のね、はい、2回目のゲストということで、はい、ありがたいですね、山花若さんなんですけど、はい、あの実はねもう本当のお話すると2ヶ月先ぐらいずっともうねあのゲスト決まってるんですよ。そうなんですか。もうそう2ヶ月ぐらいずっと待ちなんですよ。私毎週1週間前に聞くね。いや言うのはね直前に言うんだけどもう一応決まってるんですよ。そうなんですか。そう人気番組ですね。そうなんです。おかげさまでね、なんかすごくたくさんの人に見ていただいてるんですけども、はい、あのにもかかわらず2回目っていうのはちょっと理由があってですね、はい、前回ね多分ねその30何回中唯一のねちょっと放送事故というか、はい、ちょっとね、うん、放送事故っていうとあれなんだけど、いやそういうわけじゃなくて、そういうわけじゃなくて、それは危ないよ、それ。そういう人はちょっとね呼べないじゃない。危なくてね。そうじゃなくて、はい、ちょっとねなんだろう、当時はねユーストリーム使ってたんだけど、なんかね回線落ちちゃって途中からね見えなくなっちゃったのよ。なので幻のゲストみたいなね、前回もうぜひ2回目に、なんか2回目なんだけど今回初めてみたいなね、なこんな感じでございまして、はい、はい、じゃあ早速お呼びしたいと思います、はい、ネイリスト、ね、ネイリストもうねやり手ですよ、ネイリストの山花。これね名前すごくない、山花若さんで芸名じゃないですよ、本名です。本名、はい、美しい名前です、はい、です。山花若さんをお呼びしたいと思います。どうぞお越しください。どうぞどうぞどうぞ、お願いします。はい、こんばんは。いやご無沙汰しております。ご無沙汰しております。いつも見ております。いつもありがとうございます。と言いながら街でよくパラッとよく会うんですよね。なぜかあの広い街の中で、ね、よくお会いしております。びっくりでございます。はい、はい、それでは若さんすいませんけども、はい、あの簡単に自己紹介を、はい、あちらのカメラに向かってよろしくお願いします。はい、小倉でネイルサロンを経営してます山花若と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、ね、今聞いた、経営してるんです。経営されてます、うん、だからただネイリストということではなくてネイリストであり、まあ、オーナーさん、まあはい、ですね、はい、すいません、なんです。だって最初なんだろう、ネイリストになって勤めてましたよね。はい、はい、そうです。勤めてて、そして北九州のお店から一旦福岡に行ったんですよね。はい、そうです。で福岡でもすごい成績というか。ありがとうございます。なんかね、そんなでしたよね。なんか風の噂に聞くと風かもしれません。いやなんかすごい、なんか超やり手ということで。そう、もうありがとうございます。やり手では収まらぬ超やり手。超やり手。スーパーです。スーパーですよ。暑いですね。いや本当いやそれで結局また北九州に戻ってきたんでしたよね、はい、確かに、はい、でそしてサロンを開かれて1年ちょっと前に開かれたんでしたっけ。そうです、ちょうど1年ちょっと前ですね。ですよね、はい、確か1年ちょっと前に。で前回出られた時は前のお店でしたよね。そうです。でお一人でされてましたね。そうです。で、いや実はこの先ちょっとまたサロン大きくして、はい、人も入れてとか言ってましたよね。はい。で、それでもう今はそうやって。そうです。新しいところでされてると。はい。いうことですよね。はい。そうです。はい。で、ほら、覚えてる、この前ほら、アスカさんね。はい。ね、広瀬アスカさんが来られましたけど。あの子もすごいやり手。そう、あの子もね、全国で、何 ?1 位とかなんとかね。そうです。すごい腕なんです。だからいつも彼女はあの若さんがいるから万年2位だったとか言ってからね。で若さんがいなくなったんでトップになりました、全国1位になりましたとか言ってましたよ。もう謙虚な方なんですよ。いやだからね、この全国の1位2位が小倉に集結してサロンやってんすよ。やばいっすね。やばくない？加減っす。いやいや、もう小さい枠でちょっと戦ってたんです。いやそれすごいと思います、うん、ねえ、それ言います。ありがとうございます。いやだから本当にね、予約殺到でなかなか予約は取れない。そしてこの番組でまた取りにくくなるかもしれない。いやすいません。本当にね、超やり手でございますよ。本当に。だから今回はね、はい、ほら特に私なんか男性ですから、はい、ネイルサロンとか行ったことないんですよね。はい、まあ前回もそういう話してましたけど、ヒロミ号じゃないけど、そう行く人もいるけども、はい、なかなか一般の男子は行かないですよね。そうですね、まあ、女性に比べたら少ないと思うんで、はい、
どんな過程でこうネイルが出来上がるのかみたいなね、はい、ちょっとそんなお話も少し伺いたいななんて分かりました思ってるんですけど、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、よろしくお願いします。ということで、まあ、これがいわゆる始まる前の、そうです、指と、はい、爪と、はい、いうことですね。これ何もしてない状態ですかね。まあ、結構ピカピカ光ってますね。そうですね、はい、甘皮って言って、はいはいはい、ちょっと爪のこの根元のところ、ね、そうです。なんか白いやつでしょ、巻くみたいなね。ただ、そうです、そうです。これ、この、あ、そこです、そこです。うんうん、そこを、まあ、綺麗にして、うんうん、ちょっと爪表面を全部ちょっと削ってる状態です、ね。もうそこを最初、もう下ごしらえした感じ。そうです、下ごしらえで。あ、これ時間どれぐらいかかるの、ここまでで。ここまでが、ちょっとそのオフを、オフって言って、こう、ネイルを落として、ケアまでしてるので、まあ、大体1時間弱。うわ、ここまで1時間弱かかるんだ。そうですね。いやこの前もね、あの飛鳥さんに伺って2時間半とか、はい、1人かかるって言ってました、はい、びっくりしました。ちょっとこれからお見せするのはですね、大体3時間から4時間かかるの、はい、お話なんですよ。え、そしたら1日2人ぐらいしかできないんじゃないですか。まあその人たちばっかりだったらちょっと、あ、そうですね、なるほど。あのスペシャルコースから簡単な、はい、そうです、ものまでちょっと今ほら伊豆にちょっと見てたけど、ちょっと見せてあげてくださいよ。ちょっとこうちょっとすごいよこれ、何この立体的な 3D ってやつですか。いえ、これはですねターコイズネイルって言って大理石柄なんですけど、すっげえこれ今年流行りの天然石を、これすごいね、何これ天然石入れてるんですか。そうです、天然石で、私あの自分の誕生石があの黄色の石なのでそれを入れて、はい、すごいね。これ取れないの、ポロッとかって取れないようにちょっとコーティングしてます、はい、逆に今度これを落とすの大変そうですね。だからちょっと1時間弱かかってしまうんです。あ、そうか、石でね、石を、そっかそっかそっか、石だけにね。なるほど、ミノ、意地悪だなって、ノミ、ミノ、あ、ノミか、あれミノじゃないの、ツルハシじゃないですか。え、ツルハシか、ツルハシ指貫通するよ、ね、いやこれすごいわ、でもマジで、はい、で、まあ、まあそういうの落として、はい、甘皮を剥いちゃったみたいな。そうです、その状態です。剥いちゃった、甘栗剥いちゃったみたいな形、甘栗みたいなね感じかな。へえ、そして、はい、その次にこれ何してるんですか、これ、はい、これあの専用のシールを指に貼り付けていく。シール、そうです、はい、下はスカルプ、スカルプですね。正解です、スカルプ、スカルプですよ、はい、へー、シールなんだ、石膏みたいな。そうなんですよ、シールをですね、はい、この爪のこの指にはめて、はいはい、こうちょっとこう固定してるんですよ。へー、でこの上にこう乗せていくんですね。乗せていく、これが装着した状態です。これ、え、これどうなったんですか、このコンコルドみたいな鳥の口みたいになってますけど。そうです、鳥の口。これ何ですかこれ。これあのメモリが書いてあるんですけど、このメモリに沿って長さを決めていけるんですよ、ね、一番長いとことかすごいですよね。そうです、あの先まで行く人いるの。あの昔はその2枚重ねっていうのがあって、はい、さらにもう1枚くちばしをつけて、え、マジ、もう超ロングスカルプっていうのをやってた時もあったんですよ。何こんななっちゃう。あ、そんな感じです。本当にそんな感じです。実用性ないやこれ。 ありませんないよね。ない限りですか。いえ、これ普段どうしてんのこの人。どうやって生活してるの。こうなりますよね。運転とかもできるんですよ。運転できないよ。メーターに引っかかったりするんですよ。こんな感じやろ。でもこの長さになんか大きいキティちゃん乗せたりとかテディベア乗せたりとか。え、ぬいぐるみ、キーホルダーですね。意味わかんないんですけど。ギネスでこういますよね。爪なんかこう爪の長さがね、こう回ってる人でしょ。いやでもこれこうなんか乗せてこんな感じ、武器じゃないですかこれ。もう武器に近いですね。まあそこまではちょっと今はいかないんです。もう地爪に見える程度の長さを。あ、今現在。今は普通の流行りじゃないですね。そうですね。あまり流行りではなくて。そうなんだ。でこれは。これが、はい、スカルプの粉と液体になるんですね、はい、でこれを、最初液体に筆つけて、うんうん、この粉をつけたらこう化学反応でドロドロになって、だいたい5分ぐらいで完全に固まるんです。へー、その固まるまでの間に爪をこう作っていくんです。へー、そうなんだ、はい、そしてこれがなんか塗ってる感じですね。まあ作っていってるんですよ、筆一本で、はい、まずは爪先からこう作っていって、はい、で根元にはこうピンクのパウダーでこう作っていって。へー、これ何この筆って何種類ぐらい使うんですか。
そうですね、長さによってちょっと筆変えたりするので、だいたい 2,3 本を使い分けますね。へー、はい、2,3 本使い分ける。そうです。へー、そうなんだ。そしてこれが、そうです、これが順番合ってるんですかね、これ。あ、順番合ってます。合ってますか。はい、右側が一応固まった状態で今作れて、はいはい、で左側が、はい、こう固定させるために、より密着させるためにちょっとこう少し押さえてるというか、圧力かけてんだ。そうなんですよ。これをしなかったらちょっと取れやすかったりとか、はい、してしまうんで、それをちょっとこう密着させてギュッとしてるんです。へえ、すごいわこれ、はい。そしてでこれでヤスリで削っていって、より綺麗に爪のように、はい、成形しちゃうんだ。そうです。へえ、やっぱこのヤスリもなんかこう目の粗さとかが、あ、そうなんです、やっぱ普通ありますよね。はい、あります。何種類ぐらいこれあるんですか。これが100、150、180、220、280、まあ大体5種類ぐらい。だんだん粗いのから、だんだんこう細かくしていって。そうですね、細かいのから。はい。でも、ある程度綺麗にこう最初からできてれば、うん、目の細かいものからこう削っていけるんですよ。はいはいはい。よりボコボコだと粗いのからこう削っていかないといけないです、ね。そっかそっか。まあ、普段のケアの状態によって違うわけですね。とか、まあ、その技術力によって、ちょっとこう、ファイルの目の粗さも変えていくっていう方が、そうですね。若さんのこの爪は字ですか。字なんです。綺麗ですよね、この。いや、それはやっぱりすごいね。さすがプロですよ。いや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 、まあ、字に塗ってるだけなんですか。そうです、字に塗ってるだけなんです。もともとちょっと爪も大きいんですけど、ある程度ジェルネイル 2,3 回していけば爪も伸びてくるし、折れないので。これジェルネイルっていう言葉はどういうことなんですか。ジェルネイルっていう、ジェルネイル、普通のネイルとジェルネイルって違うんですか。あ、全然わかんないですけど、ごめんなさい。ああ、そうですね、はい。マニキュアっていうのは基本的に自然乾燥で、マニキュアね。そうです。普通塗るやつね。もう普通に塗る。ね、もう自然乾燥で乾かすものですね。はいはい、ジェルネイルっていうのは、はい、LED ライト、UV ライトっていうこのライトがあるんですけど、はいはい、その中で乾かすんじゃなくて固めるんですよ。へえ。なんか入れるんですよね。これぐらい。そうです。あ、なんか見たことある。ブルーライトの中に手を入れて、そしたら LED だったらわずか5秒で固まるんです。そしたらもう、わずか5秒で固まるんです。はい。え、知ってんの？なんか入れたことあります、あれに、ドームの中に。はい。ただその時は5秒ではなかったですけど。え、何？多分 LED じゃなかったんですよね。かもしれないです。LED で5秒で固まるの？はい。固まってしまう。すごいね。LED ってすごいんですね。 LED は早いです、ですね、本当に。それすごいわ、はい、びっくりするわ。え、それで結局こんな感じになっちゃう。これは最後ジェルネイルで仕上げてます。これミキマウス。そうです。世界で有名なネズミやない。これネズミすごいね。これやばくない。これ最近キャラクターネイルを頼まれることが多くなって。あ、私あれしたいんですよ、セーラームーンの。います、やっぱり。セーラームーンも、セーラームーンの、5人いるんですけど、はい、それの制服、全部制服なんです、爪が。あ、それ何、じゃあ5本の指に5人、5人のバラバラ戦士の制服なんですよ。ムーン、マーキュリー、マーズ、ヴィーナス、ジュピターみたいな感じで。知らない、わかんないですよね。全然わかんないです、すいません。セーラームーンってプラスであと3、4人いますよね。こっちにね、こっちに多分かけますもん。あら、ウラヌス、ウラヌス、なんとかかんとかかんとか。何、そんなこと言われたら どうなんですか。できるものであればしますけど、はい、ちょっと時間的な問題とか厳しかったら、ちょっと何本かに絞らせてもらいます。これって、はい、なんすか、なんかシールかなんか貼ってるんですか、それともこれ書いてるんですか。これは手書きで。え、手書きなの。はい、手書きです。マジで。もう画家です。これ何、その絵心ないとできないっていうことですね。しかも即興なんですよ。今日どんなネイルしますか、これで。ああ、はい。え、それを書かないといけないんですか。そうなんですよ。じゃあこれなんとか画伯的な人じゃ無理だね。いやいや、こういう風に鍛えられてこう徐々に。ミッキーの一番右手のこうしてるやつとか、はいはい、もうあれ筆で描いてるんですよね。これも筆で描いてます。すごい。こうシルエットだけでミッキーを表さないといけないので、逆に顔を描くよりちょっとミスができないんです。これさ、いや、ちょうどたまたまなんですけど、はい、昨日ね、友達と何人かで集まった時に、はい、絵心の話してて、はい、アンパンマン描けるとか言ってからね、はい、全然描けないの。こうなんか怖い顔になって、なんかトーマスみたいな顔になったりとかさ
したんだけど、まあ、その後たまたまねミッキー難しいよねって本当にねもうね怖い、いや、なんかいざ何もなくて書いてみたらなんかちょっとこう怖いわ、ね、妖怪みたいになりますね。そうもうね全くね全くね似ても似つかないね、うんうん、もう怖い顔になっちゃうんですよ。へこれ上手だよこれ。なんかミッキーは小学校の時から描いてたので比較的慣れてたかな。すごいね、はい、北海道から来てくれてるんです。ほえわざわざですか。北海道から転勤してきたじゃなくて、じゃなくて、もし北海道から来てるんですか。そうです、まああのえマジ、もともと地元がこちらなんですけど、まあ、あの就職で北海道に行ってで帰ってくるたびになんで2ヶ月に1回ずつわざわざ寄ってきてくれてすごいね、はい、いつもキャラクターネイル。いやいやだから結局そのなんだそれだけできる人がいないってことでしょ。ああなんかまあこっちに来るついでだとは思うんですけどすごいありがたいですよね。でもすごいわこれ、スーパーですからね。スーパーやり手なんで。はこれは何ですか。これが最近ジェネレーションズのライブがありまして。何でそれジェネレーションズって。ジェネレーション言えてないよあれ。ローションエグザイル、エグザイルでしょ。そうエグザイルの弟分。じゃあ一緒にしないでくださいあちょっとはジェネレーションズそうです、エグザイル。えこれこれえ何ですか。貼ったんじゃこれも書いたんですか。これも書きました。あれでもなんかこっちよりも若さんが書いたやつの方が可愛いすごいねちょっと味があって可愛くないですか。これ書いたんだこれがヤンチューです。同じ人なんですけどなんか確かエグザイルが3代目のメンバーの中でニャンチューに似てる人がいるからっていうのでニャンチューもオーダーされて。じゃあこれいきなり言われてこれ持ってきてこれ書いてって言われるんですか、はい、そうなんですこれすごいわ。ただこの方はもうあらかじめちょっとお電話くださってて、ああこういうネイルがしたいってこう言ってくださってたから、ね、ちょっと練習とかできますよね。練習はちょっとしなかったんですけど。いや練習する時間ないと思うよあのどんな画像かがわからなかったので一応どんなものかだけは調べてある程度心の準備をしといて、あーこれねみたいな感じです。これアーティストだね。美術の点数いつも5とかですねそれそうです。美術だけはもう本当はあの唯一良かったです。そうなんだすごいわ。でもなんか学校はなんか美術じゃなかったよねそうなんですよ。なんか外国語じゃなかったですかね。そうなんですよ外国語が北九州大学じゃなかったですかねめっちゃ恥ずかしながら全然美術と関係ないけどすごいねいや逆にすごいわ。そうなんですよ逆にすごいわこれ。文武両道展ですか。いや全然、ね、もうあの気がついたらこうネイルの方に行ってました。これ何ですか。これがあのジェルの容器なんですけど、まあ、今回ネイルをした時に使った色たちですね。これをこう使い分けながら描いていってたんですよ。お母さんちょっと質問聞いていいですか、はいはい、普段も絵を描いたりするんですかって。今はあまり描かないですね。だって普段仕事で描いてるからさ。そうなんですよ。描かないよね多分。でも昔は描いてたんですか。昔はもう物心ついた時から描いてました。えそれどんな絵描くんですか。漫画みたいな。漫画を真似するのもあれば、はい、人物画風景画。すごい。なんか母親が紙粘土をやってたので、はい、もう紙粘土もやってましたし姉も美術の方進んでたからなんか真似してたりとか。あやっぱりそういう素地があるんだね。なんかまあ絵はすごい好きな家系だったと思います。じゃないと描けないわあんなにいきなり描けないよ絶対に。いや本当にとでもちっちゃい頃描いててよかったなと思います。すごい、はい、あこれがサロン。あはいこれが店内の様子で す,、ね、すごい素敵。あの店内自慢の個室です。あこれ個室。はい個室です。 VIP ですね。ビップルームって言います。すっごこれが2部屋ありますね。あこれ2部屋あるんだ、はい、へえ。それと別にこれがオープン席で、例えば今回のジェネレーションズのネイルの時も2人で一緒にご来店したんですけど、うんうん、ペアの方たちとかですね。あそういうことね、はい、あとはお子様連れとかもいらっしゃるので。あそっか。お子様お隣で、あなるほど。大きいテレビがついてるんですよ50型ぐらいの。へえ。それを見ながら施術ができるようになってます。だってそのさっきね普通でも2時間とか3時間これ何4時間とかそりゃ飛行機乗ったら結構いけるよ多分グアムまで行く。グアム行けるね。すごいわ。はい。グアム行く飛行機の中でやってもらってるみたいなそんな感じですもんね。そうですね4時間一歩も歩かなかったです。すっごいわ、はい、
ね、あこれが入り口です、ね、あのアスカさんの時この前で撮ってましたね確かね。そうです、ね、はい、あ、そうなんだ。あれがロゴですね、お店の、はい、かっこいいですね。 W と A、 これですね、 W A K A って全部つながってるんです。あ、すごいね。 W A 和歌 K A 和歌です、はい、サロンド和歌でしたよね。そうです、サロンド和歌です。さすがですよ、だってこれ本名ですからね。可愛いですよね、和歌さんって。ありがとうございます。ヤマハナ和歌なんてすごいですねだってヤマハナさんっています、あんまいないでしょ。全国で400世帯いるみたいです。でも400世帯しかないぞ。そうなんです、400世帯しかないと。コブに出てきそうなお名前ですね。ねえ、和歌、ヤマハナ和歌、はい、これ芸能人ですよ、この名前でも呼びやすいかも。ねえ、和歌さん、和歌ちゃん、和歌さん、和歌ちゃん、ねえ、なんか覚えてくださって嬉しいです。すっごいね、ほんと。いやいや、まあそういうね、和歌さんなんですけど、はい、なんかコメント来てますか。はい、ですね、爪が汚いと大変ってことですね4時間あと多分お知り合いの人ショートヘアが似合いますねって。ありがとうございますなどなど、皆さんお名前つけてくれたら。そうですね、お名前つけていただくとね、はい、あのお友達の場合はよりコミュニケーションしやすいかもしれないですね、はい、ありがとうございます、うん、で、和歌さんは、まあ、仕事がむちゃくちゃ忙しいじゃないですか、はい、オフの時ってあるんですか。はい、あります。あ、お休みしてますよ。あ、そうですか、はい、オフは何してます、趣味とか。もう大一体この小倉周辺をひたすら買い物してると思います。なるほど、はい、買い物好き。はい、なるほど。北九州で買い物するのはどの辺出没ですか。まあこれとか井筒屋のどっちかにはいると思います。結構やっぱりね、小倉井筒屋さんとコレットさんね、コレットさんちょっと配送系ですね。いや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 、大体そのあたりにいます。はい、じゃあ北九州ね、買い物が好きっていうことですけど、はい、他に北九州で好きなこととか、はい、好きなとことかあります。あ、もうたくさんあるんですけど、はい、自慢、北九州ってこれだろうみたいな。え、これだろうって言ったら小倉城ですか。小倉城、あ、小倉城、はい、おう、もう毎年お花見は小倉城に行きます。あ、この前ね、あの、ま、花見のね、写真出されてましたね。はい、小倉城いいっすよね。いいです ね, ね、もう眺めもいいですし、緑があって本当好きです。いや、そこいい場所ですよ、はい、街中にありますからね。街中にありますから、それがまたいいですよね、ノリューで。もうなんか行かないといけないわけじゃなくて、もう普通に街中ですからね。そうです、でサロンからもちょっと近いので。確かに確かに、はい、素晴らしい、素晴らしいね。はい、じゃあそのね、もともとじゃあ北九州っていうのは縁もゆかりもっていうのはどういう感じですか。もともと岡山が出身なので、はいはい、18の時に大学で小倉に来て、北九州市立大学に、はい、来られて、来て、で、はい、そのまま小倉で就職したので、はいはい、これ今年で11年目ですね。おー、11年、はい、まあ、年齢分かっちゃいましたけどね浪人したかもしれません。あー、そっか、より年増えたじゃないですか。上になっちゃいますね。最低でも何歳って分かっちゃいますよね、はい、まあ北九州はお好きですか。はい、もう大好きです。あー、よかった。はい、ということで、じゃあ、あの北九州好きの和歌さんに、はい、ちょっと北九州のことをちょっと聞いてみようかなみたいな感じで、あの北九州検定と、はい、いうことでいきたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします、ね、ということで今週もゆりちゃんにお越しいただいております。どうぞ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。ゴールデンウィークは何されてますか。ゆっくり散歩とかもしてますし、お、はい、MT マルシェをちょこちょこ覗いて。ああ、いいですよね。はい、はい、そうですね、私毎日行ってますすいません、はい、もうね、毎日行ってね、結構飲み食いしてますよ。あ、はい、楽しい、楽しい、ひたすら楽しい、はい、ね、まあそれはいいとして、はい、今回も、はい、何問ですか。2問、2問しました。はい、ご用意いただいたということでございまして、じゃあ早速行きたいと思いますが、はい、はい、おう、そうですね、これ私いつも見てます。はい、いつも見てます。クロスロード、井筒屋の職場の近くですかね、うん、すぐ近くです。これ目の前でしょ。目の前です。目の前ですよね。はい、ね、クロスロードミュージアム。そうですね、はい、このゆかりの、この漫画を描いた方が北九州にゆかりのある方ですね。はい、ですね。ズバリお名前をお答えください。この星で隠れてるところね、はいはい、少しヒント残してます。ちょっとこう見えてるね、最後の字がなんとなくこう見えてるね。はい、ああ、これわかるかな。なるほど、これ難しいかな、どうかな。松本
松本惜しい。お松田。いやいや惜しくないよ、惜しくないよ。いや惜しいですよね。合ってる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 。松本ですよね。はい合ってる合ってる。下の名前が思い出せないですよ。もうちょっと。あともう少し。最後の字があれもうヒントというかほとんど半分見えてるけど武士の詩だね。そうですね。だよね確か武士の詩ですよね確かね。清じゃないな。狭し。松本。もっと嫌だ。松本。広し。ラリルレ。これですね。ペンネーム。ロと来たよ。ラリ。ペンネームなんですけど、はい、由来がそのペンネームの由来が2つあって、うん、もうかなり答えに近いんですが、うん、零歳児の感性をいつまでも。松本零士。はい。正解。正解です。まあね、半分答え言っちゃいましたけど、まあまあね、はい、はい、ということで松本零士さんと、はい、こういう字書くんですね。零歳、ゼロですよ、ゼロという字。はい、零歳の感性。はい、でもう一つあって、午前零時を過ぎないとアイデアが浮かばないということがたびたびあった午前ですか、ことから毎日零時まで働く詩、詩を侍と読むそうなんですが、それから松本零時というペンネームがついたらしいです。ゼロ侍。なるほど、はい、じゃあ私と一緒だ。だいたい私も零時過ぎないとね活動しないんですよ、はい、ちょっと影響になってきますか。まだ今起きたばっかりだから、はい、夜の帝王やないですか。いや本当ね、零時過ぎたぐらいから元気よくなる。そうですね、この方小学校3年生から小倉の方に移って活躍、漫画家として活躍を始めたと。そしてこの絵が飾られている、クロスロードですね、うん、今なんとクロスロードマルシェ2016というイベントが行われていて、これすごいよ、はい、このようにすっかりヨーロッパの、ね、ヨーロッパの街角ですよ。この先がサロンドワカですよね。そうです、ね、もう今サロンから階段降りたらもうすぐ見えるんですよ、ね、すごくないですかこれ。こんな街中にあるんですね。ねえ、都会じゃないですか。いやいや都会ですよ。だって小倉のど真ん中ですから都会ですけど、だけど今まではただの道だったんですよ、うん、ね、通るための道だったんですけど、はい、北九州が国家戦略特区ということで、こういう道路上でこういうお仕事商売ができたりとかっていうのが、うん、にぎわいをこの道の上で表現できるというか、うん、できるっていうこと で、今回初めて全国に先駆けてね、大変だったんですよ、役所の方、それから警察の方、さまざまなね、民間の方が動いて、ようやく、はい、本当に雰囲気がいいですね。いいですね、最高じゃないですか、これ、嬉しいです、はい、だから私、毎日行ってます、はいはい、最高です、はい、はい、じゃあ、もう一問、ちょっと旬な話題をいきたいと思います、昨日からね、はい、昨日、今日、はい、行われております、うん、G7。なんかちょっと今なんかすごいなんかこう聞こえましたけど大丈夫ですか？大丈夫はない系かな。これ都市高乗ってたらいつも電子版に、うん、あ書いてる ね渋滞になりますよみたいな。そうね、うんうん、警戒するよみたいな、ね、G7 ってなんだろうってずっと思ってたんですよ、うん、G7 ゴールド7かな。え007 007的ななんか物々しいなと思ってました。あそうね、これそうね、7カ国って言うんですよ、はい、です先進7カ国ですよ、はい、先進国の7カ国。そうですよ、です確かガバメント7じゃないですかね、政府7つの、はい、ですよね、7つの政府ですよ、はい、アメリカ日本とかね、うん、アメリカ日本、はい、フランスとかフランス、ね、そういう世界の先進国7カ国の、うん、首相とか大統領クラスが集まるのがサミットですよね、うんうん、でそれがこう今日本でね伊勢志摩で行われてて、うん、でそれで一緒随行してきている各大臣が各地に散らばって会議をしてるんですよね、はいはい、ということですよね。そうです。はい、じゃあ問題をお願いします。はい、すいません。北九州では今 G7 と言われる国のある大臣が集まって会合を開いています。はい、ズバリ何大臣でしょう。何大臣でしょう。何大臣。環境大臣。おー、惜しい。私もそれかと思った。そう、私もそれかと思いました。もうしとこい。もうそう、大体合ってんですよ。そうです、ね、ほぼ合ってんですけど、うん、環境ではないんですよ。カタカナ。カタカナなんですよ。ちょっとね、カタカナ。そう、カタカナ。ダイオキシン。
ダイオキシン、ダイオキシン大臣って怖いよね歩くダイオキシンみたいな怖いな。シンプルシンプルシンプルにね、なんだろう、これヒント難しいな、これヒント、力、力みたいな、力、力ね、英語でこうみなぎる、こんな感じ、パワー、パワー、パワーに近いね、近いですね、なんかね、スポット、スポット、あ、違うな、ちょっとな、なんだ、メラメラメラで正解してくる、あ、もうコメント来てるやろコメント来てるよね、私喋っちゃった、それはもうね、これ絵ですよ、絵絵、これ毎日話題に上がってるのに、エネゴリ君、いやだってさ、あ、エネゴリ、エネルギー、エネルギー、イエーイ、エネルギーでーす、エネルギーでーす、これ結構わかんないよね、そうですね、だって改めて、はい、ね、そこまで見てる人いない、なんか大臣来るんだみたいなね、いうのわかるけど、なんで渋滞するんだろうって思ってました。そういう人も多いと思います。いまだに、え、何があってるのみたいな、警察多くないみたいなね、そういう人も多いと思います。ちょっと、はい、ちょっと補足お願いします。なぜ北九州がエネルギー大臣会合が行われる場所に選ばれたかというと、当時の経済産業省が発表したコメントによると、北九州は八幡製鉄所の創業以来、重化学工業地帯として発展し、日本の産業近代化や高度経済成長を牽引してきましたと。現在では世界に先駆けるエネルギー政策を掲げている北九州、エネルギー大臣会合の開催地としてふさわしいものと考えておりますと、当時の、経産省大臣のコメントより抜粋。素晴らしい、はい、その通りです。北九州は昔はね、はい、あの郊外の町でしたけども、それも克服してね、はい、もうエコな町、そしてエネルギー政策ね、はい、もうバッチリでございます。そうですね、最初に言った環境もまさにそういう、そう、はい、だから環境大臣でほぼまあまあ合ってるようなもんですよ、うん、いやいやいや、ですけど、まあ一応これはね、はい、ちゃんと言わないといけなかったので、はい、まあエネルギー大臣、まあこれを機会にね、まあ今日まででしたからね、はい、あれですけども、ね、はい、はい、ということでございます。はい、ねえ、すごいよね、こういうね、世界の VIP がこの2日間北九州に来て、結構ね、街中にそのご本人もそうかもしれない、ご家族だったりお付きの方とか結構楽しまれてたみたい。へー、うん、なんか、あ、それらしい、 SP を引き連れた方がこうねとかね、そんな時にイベントが盛りだくさんで、本当ですね、小倉すごかったよ、本当にね、駅もやってる、クロスロードもやってる、小倉城でもやってて、勝山公園ってもうちょっとね、200-300メートル歩いたらもうイベントみたいな、ね、すごい街でございます。はい、もうすごい人出でございますね。はい、はい、ということで、はい、今週の、北九州検定コーナーでございました。ゆり、はい、ちゃん、どうもありがとうございました。いや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 、なかなか結構難しかったですね。難しかったですね。松本零士ぐらいはちょっと当てたかったですね。いやいやいや、でもね、あの世代がほらやっぱりね、宇宙戦艦ヤマトとかさ、ああいうね、銀河鉄道999とか、はい、やっぱ男性は結構見てるけど、女性はあんまり見ないので、ただまあ毎日あそこを通ってるので、そうね、ちょっと悔しかったですね。そうね、通勤ですからね。そうなんですよ、毎日目にしてるはずなんです。あそこ通ってますからね。通ってますね。意外に見ないんですよね。意外と見ない。ね。意外と。ぜひちょっと明日から、あ、これかっていう感じでね。もう多分一生忘れないです。ね、いつ北九州検定が受かるか分からないので見ててください。そうですね。次7月にやりますんでね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということで、あ、続いてのコーナー、あー、この時間帯きついな、これ今何時、わ、今もう40分前か、はい、いい時間だよね、これね、まだご飯食べてない人すいません、南蛮飯です。でもね、今日はちょっと今までと違う、さっき言ったのクロスロードマルシェの会場に南蛮ゆきちゃんがね行ってくれてます。なのでいつもみたいにがっつり食べるという感じではない、ね、はい、ちょっと絵も描いてないっていうね、ちょっと今までとテイストが違う南蛮飯でございます。では早速見ていきたいと思うんですけども、その前に若さんは北九州で好きな食べ物ってありますか？はい、好きな食べ物、はい、よく行くお店、お店でもいいですよ、はい、あるんですけど、はい、どこですか？家の近くにあつみコーヒーさん。おお、え、そうなんだ、あつみコーヒーさんよく行かれる。そうなんですよ、お会いしたことないですね。そうなんですよ。あ、時間帯が違うのかな。
あ、でもモーニング、あ、モーニングの時間帯ですね。そうです、食べに行ってて。あ、そうなんだ。あそこのコーヒーがちょっとあまりに好きすぎて、あのよくちょっとお礼で持っていく時とか、はいはい、厚みコーヒーさんのドリップのちょっと買って持って行ったりとかするとすごい喜ばれて、なんかすごいね、あのゲストの方結構な割合で厚みコーヒーさんファン多くない？いや、すごい大ファンです。もう今街中マルシェで厚みコーヒーさんされてるから、あ、クロスロードマルシェ、ね、そうです、うん、あのお客さんにすっごい宣伝してます。もう絶対厚みコーヒー飲んでいってください。今だからちょっと職場の目と旗の先に毎日出してる。そうなんですよ。明日までですよ、厚みコーヒーさんは出してるの。そうです、約2週間ぐらいある会期の中で、はい、こういろんなあの30店の北九州を中心とした名店が、はい、こう入れ替わり立ち替わりで毎日 7,8 店出てるので、はい、厚みコーヒーさんは初日から明日までね1週間連続出ていらっしゃいますよね、はい、私も大好きでございます。あのこの期間中厚みコーヒーさんのコーヒー、だいたい1日平均 2,3 杯飲んでます。いやもう、はい、本当に美味しい。3杯飲んでるな。美味しいです。今日も 2,3 杯飲んでください。、はい、美味しいです。美味しいです。厚みコーヒーさんもちらっと出てきます。あ、本当ですか。はい、ちらっと出てきますんでお見逃しなくということで、はい、じゃあ早速進めていきたいと思います。はい、ではなんですね。すっごい賑わってます。では早速タイガーミルクさんでコーヒーをいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。かわいい、かわいいですよ。ガオタイガーだけにガオ、いただきます。自分で作っちゃいましたよ。300円で1個作れるんです。よかったらぜひ期間中に試してください。塩パン売り切れですよ。がっくしだよ。あ、でも美味しそうだね。他のもこれ2個とかダメですか？いいですか？いいですか？すいません。どんどん食べちゃってください。ちょっと食べちゃいます。うん、やわらかい。うん、耳食べみたい。やわらかい。うん、めっちゃ美味しい。うん、うわー、厚みコーヒーさんやっぱり人気ですね。今日はもうアイスコーヒーが切らしちゃったみたいです。でもまた食い終わった。来ました、カオリーズベジタコ焼きさんです。野菜がいっぱい入ってて女性にも大人気ですよ。美味しそう、早く食べたい。この前北九ウーマンに出られた林田直子さんのお店ですね。日本酒も売ってるしお菓子も売ってますよ。
パの街並みみたいな感じですね。ちょっと歩いてみましょう。戦略特区らしいんですよ。この道の上で商売ができるなんて北九州が初めてらしいですよ。やっぱり北九州っていいところだわ。はい、ということでね、今見てもらいましたけど、クロスロードマルシェ、あのね、すごいでしょ、うん、あの小倉井筒屋さんの本館と新館の間と、まあ、この辺り、ね、クロスロードっていうんですけど、うん、でさっき の、 あの松本零士ミュージアムはそのクロスロードの、壁にね貼ってあると、うんうん、で今この街がもうすごいことになってますね。すごいすごいめっちゃ楽しい楽しそうでした。いや本当楽しい。だってなかなかああいう経験できないでしょ。マスキングテープのマルシェっていうのはないですよね。可愛いです、あれが。そう MT のね。MT マスキングテープ。ね、あれ大人気なんですよ。行くべしですね。いやいや、あのね、道路にマスキング、まああのシートではありますけど、マスキング柄でこうやってるってね。可愛い。ないよ本当に。しかもね、職場の目と鼻の先、すぐそこですね。でちょうど今さ、あのビデオの間ね、なんか話してましたよね。なんかすいません、ま、漫画好きとかって漫画の、すいません、ま、あの VTR も見てましたけど、漫画の話してました。なんか、ま、漫画好きでえらい盛り上がってましたね。はい、あのコメントが来てて、あ、どうぞどうぞ。漫画といえば何ですか、アモンちゃんより。お友達ですか。はい、そうです。アモンちゃん、アモン高太郎じゃなくて、はい、じゃないです。アモンちゃん、はい、アモンちゃんですね。アモンちゃん、 CCG じゃないんですね。じゃないです。 CCB? CCB、 それなんですかね、ロマンティックが飛ばない。あ、もうそうそうそう、あ、知ってるのすごいな。すいません、全然ちょっと関係ない話です、すいません。はい、で、何その、え、漫画、何漫画といえば何ですか。好きな漫画といえば、はい、今はキングダムです。キングダム、はい、すみません、全然漫画わかんないです。勝手にちょっと進めてください。はい、戦国時代ですね。はい、戦国時代っていうんですか。戦国時代は韓国の話なので、はい、春秋戦国時代で、あの中国の七国が攻防してた時代なんですよ。燕、はいはい、とか魏とか。ほう、でその秦が、うん、あの中華を統一して、うん、始皇帝がこう、うん、あの統一するっていう話で、うそれにまつわるこう大将軍の話とか、うこうどん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 下克上していく将軍たちが出てくるんですよ。面白いんですよ、これも。すごい興奮してますね。主人公がもともとちょっと才能がないかったんですよ、うん、けど、うん、自分の幼なじみみたいな、うん、あの相方が出世したんですけど、うん、死んじゃうんですよね、うん、で、うん、それを悔しさをバネに、うん、主人公がのし上がる的な、うん、成り上がり物語っていうか。なるほど。そうですね、はい、あのその幼なじみとその主人公は、うんうんうん、あの捨てられた親がいない子たちなんですよ。ほう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 。でその幼なじみがちょっとほうほうあの死んでしまって、でその2人の夢が大将軍になることだったんですよ。でその大将軍になるためにこう努力を重ねていって、どんどんこう位を上げていくっていう話なんですよ。ははやっぱりあれだね、多分そういう頑張って成り上がっていく系好きなんだ。好きなんですね。好きでしょ。大好きです。大好きです。でということはさ、はい、ほら独立しました。1年も経たなかったでしょ、その次。そうです。1年も経たずに店店舗、さっきのすごいビップルームが個室2つの50インチあってさ、はい、今3人でしたっけ、やってるの。今3人でやってます。今3人、はい、でそのうち4人、5人。そうですね、サロン自体がまあ4人から5人が限度、はい、なの で、 すごいですね。ちょっとじゃあ今後 の、 その大将軍としての次の野望は どういう感じなんですか。次の野望ですか、はい、それはもうあの、はい、お店を増やしていきたいなという。店舗、多店舗展開。
そうですね、もうあります。それはサロンド和歌としてこう増やしていく感じ。そうですね、いろいろこう計画は練ってるんですけど、はい、まあ、まだちょっとあの想像でしかできてないので、これからちょっと本当基礎をね、どんどん進んでいくと。いや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 、本当に本当にもう 今はこう基礎の段階なので、こう土台をしっかり作っていって、すごい。じゃあこれで、ね、今後もう1年経ったらまたなんかどんどんでかくなってね、すごいよね。すごい楽しみです。ありがとうございます。頑張ります。ぜひ頑張っていただいて、またその都度都度ね、またその出ていただいたりすると嬉しいな、なんていうふうに思います、はい、ね。なんかコメント来てますか。漫画の話する時の熱量すごいって、はい、いや熱かったっす。相当熱かった。やっぱ若すごいねって。誰ですか。誰でしょう。あ、エネルギーって書いてくれた人、ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当、はい、すいませんでした、答えられる。そんな感じですね。いやでもね、本当さっきの漫画の時ね、むっちゃ熱かった、はい、そうなんですよ。本当昨日あのたまたま行ったバーで、あのワンピースと、うん、そのキングダムと、うん、進撃の巨人の話で、うん、ちょっと2時まで3時まで、さっき3時まで言ってましたよ。今サバ読んだんですね。3時まで、本当は3時まで。本当は3時まで。朝仕事何時からですか。9時からです。いつ寝たんでしょうね、よくわかりませんけど。まあ、さっき初めて、さっき初めて聞きましたよ、満喫。満喫、インターネット。満喫を知らない勝さんも意外でしたけど、ね。いや、私ね、漫画一切読まないんですよ。意外にでも勝さん、こう、うん、知らないこと多いですよね。知らないこと多い。マジで。属性のことと言いますか。そうなんですよ。あのね、仙人なもんでね。さっきなんか知らないことありましたよ、ね。何でしたっけ。何でしたっけ。松本零士知ってますよ。松本零士しました、ね、エネルギーも知ってますね。エネルギーも知ってました、うん、はい。カスさん教えてあげないといけない。いや、テレビ持ってないんで。テレビ持ってない、持ってないんですよ、うちないんで。すごい。だけどそっち系ダメ。え、じゃあニュースとかどうやって調べる。ニュースはインターネット、インターネットでこうチェックするんですか。そう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 。自分のテレビないっていうか、うちアンテナがないんですよ。アンテナないんだ。アンテナぐらいつけた。諸事情により。あ、そうなんだ、テレビあるの、はい、あ、でもカスさんに見習おう。インターネットでチェックすればいいんですね。そうそうそう、別にいらないんじゃない。いらないと思うよ、うんうん、誰かくださいアンテナ、うん、まあまあそんな感じでね。、はい、ということでちょっとグダグダですけども、グダグダすみません。まあね、あっという間にもう終わりの時間ですよ。はい、ね、今回もありがとうございました。ありがとうございます。ぜひ本当に今後もね、はい、ご活躍をお祈りいたしております。はい、はい、え、なんすかいきなり。じゃあちょっとその前にちょっと 今でいいですかね、はい、今でいいですか。じゃあちょっとあの来週、はい、ちょっとね、あの大切なあのご案内ですけども、実はあの月曜日でね、約1年間やってきましたけど、なんと月曜日今日最後なんですよ。あら、次回から木曜日に変わります、うん、ですから来週はもう木曜日なので、5月の12日木曜日に、時間は20時からスタートということでございましてね、はい、ちょっと1週間ちょっと空きますけども、ずっと月曜日で見てくださった方もね、たくさんいらっしゃるんですけども、来週から木曜日ということでお間違いなくでございます。間違いなく、はい、木曜日にですね、はい、ということで伊豆からちょっとお知らせ、はい、お知らせ、はい、5月8日は母の日です。はい、じゃあプリザーブドフラワーです。え、プリザーブドフラワーもやってんだ。はい、プリザーブドフラワーといって、生花を液体窒素につけて枯れないお花にしてます。すごいね、綺麗、すごいじゃん。受け付けてます。はい、ジュジュフルーロン、連絡先は、フルーロンで、連絡先はジュジュフルーロン検索でお願いします。ジュジュフルーロン検索でございます。よろしくお願いしたいということでございましてですね、はい、来週から木曜日でございます。ぜひ、お忘れなく、お間違いなくご覧いただきたいと思います。それでは今週のゲストは山花若さんでした、はい、この後ね、タクシー呼んでますんで、はい、もうチャーターしてるんで、アンディタクシーね、はい、もう下来てますんで、ね、待ってます多分、はい、タバコ吸いながら、ね、それでお帰りいただきたいと思います、はい、じゃあこの後皆さんアンディタクシーお楽しみでございます。では皆さんまた来週です。どうも。エヴァンゲリオンの話できなくてすいません。何コメント、コメントが来て、エヴァンゲリオン、エヴァンゲリオンの話はちょっとあって、うん、またこれはじゃあね、はい、バーで 3時まで、はい、よろしくお願いいたします。ということでまた来週でございます。来週木曜日です。どうもありがとうございました。We'll be right back.
めめ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 めはい、ありがとうございます。これね、フレディ・マーキュリーの真似したんですけど、これサミー・デイビス・ジュニアみたいになったんですね。おかしいです、ね、知ってます？サミー・デイビス・ジュニア。ちょっと存じ上げないです。キャノンボールとか見てないですか？見てなかったですね。はい、ということでね、はい、今日のお客様は山花若さんです。イエイ。今日は何やったんですか？今日は、はい、北九ウーマンにちょっと出させてもらって。はい、北九ウーマンに出たわけですね。はい、どうやったですか、感想は？あ、もう楽しかったですね。楽しかった。はい、なんかアニメが好きって言いました。そうですね、漫画アニメすごく好きです。好き。はい、じゃあネイルもこう、はい、アニメキャラをこう、はい、描くときは、はい、こうがぜんやる気になる。自分の好きなキャラクターだと、はい、がぜんやる気になるんですけど。でも僕もちょっとこうアニメキャラをこう描いてもらっていいですかね？そうですね。何しましょうかね？どんなのにしましょうか？おそ松くんとかどうですかね？おそ松くん、から松くん、おそ松くんのネイル流行ってるんですよ。マジですか？おそ松さんですもんね、今。そうなんですよ。そうですか、はい、今までこれはすごいなっていうのをどんなのがあります？一番これ、あ、でももう本当それこそさっきのジェネレーションズのネイル、まあ、久々にちょっと、あ、そうですか、やり終えたなと思いましたね。若さん今お腹空いてるでしょ？めちゃくちゃ空いてますでしょうね。僕じゃあここラーメンと餃子とチャーハンとかこう中華、こう中華系で行ってもらっていいですか？渦巻きみたいなマークでいいですか？全部。いいです、いいです。冷やし中華始めました。そうですね、文字書いてきます。ラーメンとか。あ、いいですね。なんか今日悩みがあるって聞いたんですけど、どうですか？そうなんですよ。なんかあったんですか？実はちょっと1個のデジカメが出てきまして。1個のデジカメ、はい、はい、その中に3年前の写真と、はい、今現在の写真が両方写ってたんです、うん、はい、で3年前の自分は、うん、まあ多少なりともこう女としての色気があってですね、はい、なんか今の写真と比べるとこう全然違うんですよ。そうっすね。ほんとそう。最初に会った頃は初々しくてね。あの時まだ大学生やったんですかね。多分お会いした時がちょうど 4,5 年前ぐらいだったと思うので。大学生やったんですよね。大学行ってますとか、フランスか英語かなんか。フランス語、中国語です。あ、中国語やったですね。で、その時は初々しくてね、まあ可愛らしい女の子やなと思ったんですけどね。就職してから、あ、だんだん色っぽくなったなぁとか思ったんですけども、今はもう姉さんですよ。若姉です。なんかね、若姉、今こう若アイディア、若姉みたいな。若姉どうすか、うん、なんかこう本当にこう、はい、女としての魅力は本当なくなってきてしまったなと、こう仕事ばっかりやりすぎて、本当男性ホルモンがすごくこう出てる写真ばっかりだったんですよ。本当このまま行くと毛も濃くなるだろうし。ちょっと本当悩みですね。わかりました、はい、じゃあどうしましょうかね。どうしましょう。まず寄せましょうか。あ、でもちょっと寄せるものがで上げましょうか。あ、広げて下げましょうか。そうしたらちょっと吉本のおばあちゃんみたいになりますよね。じゃあどうしたらいいですかね。色気がない、はい、3年前まではショーパンを履いてたんですよ。ショーパンって何ですか？はい、ショートパンツですね。太ももを出すショートパンツにニーハイを履いてたんですよ。かっこいいじゃないですか。すごいイケイケだったんですね。髪の毛も結構茶髪の金髪で、はいはいはい、それが今はこうなんか黒系のジーパンにこう、うん、持ってる服は白と黒みたいな。白と黒、はい、あ、どうしましょうか。服からですか？服、何の服着ましょうかね。何の服着たらいいでしょう。いや、僕はね、やっぱ革ジャンに革パンとかどうですかね。もう大好きですね。それじゃあちょっとおっさんやな。変わらない。若ねえが若にーになって、こう革パンにサスペンダーしましょうか。あ、
ちょっと新しいかもしれないです ね, ねで、ちょっとバイクとかまたがってたらもうハンドルだけ持っときます。そうですね。でででそれもいいかもしれません。でででででいつものラーメン。こういうのはどうですか。検討します。検討します。もう検討違いですね。ありがとうございます。もうこんな感じで終わりましょうかね、今日は。はい、はい、悩み相談ありがとうございます。ありがとうございました。宣伝どうですか。あ、宣伝ですか、はい、ゴールデンウィーク